んにちは、Gです。今回はラズベリーパイ OS のお話。9月6日に大きなアップデートがありました。何が変わったのか、本当に良くなったのか、詳しく検証します。アップデートの内容は公式リリースノートで公開されています。画面の URL です。いっぱいあるんで簡単に要約するとこんな感じですかね。 LX パネルはスタートメニューですね。ここで検索できるようになりました。ラズパイ OS ではネットワーク管理を DHCPCD で行っています。今回からネットワークマネージャーも使えるようになりました。ネットワークマネージャーは多くの Linux のデファクトスタンダードなので、ラズパイ OS もこれに習うということでしょう。ブルズアイで一時消えてたパイカメラに代わるパイカメラ2が用意されました。私、純正カメラ持ってないのでこの件はよくわかりません。ファームウェア、カーネルが更新されました。簡単すぎますが、主な変更はこんな感じですかね。最新版を利用するには、新規インストールの場合はイメージに変更が組み込まれています。ただアップデートの場合はちょっと操作が必要ですので、ここではアップデートを前提に有効化手順をご紹介します。アップデート後のデスクトップです。タスクバーのスピーカーアイコンの右クリックでオーディオ入力と出力両方が設定できます。今回からマイクアイコンが追加され、入力と出力が別表示になりました。アップデート後、アイコンがうまく表示されないときはタスクバーの更新が必要です。設定メニューから外観の設定を開きます。デフォルトタブで表示サイズを変えて元通りのサイズに戻してから再起動します。これでマイクアイコンが表示されるようになります。もちろん入力デバイスが未接続ならマイクアイコンは表示されません。ラズパイキーまたはスーパーキーを押してメニューを開きます。適当な文字をタイプすると検索フィールドと候補が表示されます。ほとんどの Linux では当然の機能ですが、ラズベリーパイ OS でもやっと実現。ただ検索先はホームフォルダー固定なので使い物になりません。こんな半端な検索ならなくてもいいと思います。検索で望まれるのはファイルマネージャー検索の強化じゃないでしょうか。試しに外部 USB でファイルマネージャー検索をやってみましょう。マンジャロだとこんな感じ。うまく機能してますよね。ラズベリーパイ OS で同じ検索を試します。検索結果がない。これがラズベリーパイ OS の現状の実力です。 Wi-Fi と Bluetooth のショートカットキーが割り当てられました。コントロール Alt-W で Wi-Fi、 コントロール Alt-B でBluetooth 設定が表示されます。といってもタスクバーのメニューが開くだけなので意味ないじゃないか。ネットワーク管理でネットワークマネージャーが利用できるようになりました。これにより VPN の利用やホットスポットが簡単に行えるようになります。ただしネットワークマネージャー対応は
まだベータ版であり、利用は自己責任で。将来はネットワークマネージャーが標準設定になる予定だそうです。デフォルトでは DHCPCD が使用されているので、ネットワークマネージャーに切り替え操作が必要です。ネットワークマネージャーを有効にするには、ターミナルで画面のようにタイプして、アドバンストオプションを選んで、ネットワークコンフィグを選択。あれれ、ネットワークマネージャーがインストールされてない。アップデートの場合は、手動でインストールしないといけないようです。ターミナルで画面のようにタイプ。再度アドバンストオプションからネットワークコンフィグを選択。ネットワークマネージャーを選択します。再起動後、タスクバーの Wi-Fi メニューを開いてください。高度なオプションが追加され、ホットスポット作成、VPN 追加などのメニューが表示されます。せっかくの新機能、試さないわけにはいかないですよね。VPN を利用するには、プラグインのインストールが必要です。そうじゃないと VPN タイプが選べません。ほら、こんな感じ。ターミナルで画面のようにタイプしてプラグインをインストール。Add VPN コネクションを開くと OpenVPN と VPN 設定のインポートが選べるようになりました。ここでは筑波大学の VPN ゲートからダウンロードした VPN ファイルを使用します。VPN ゲートは無料で利用できる VPN で、画面の URL です。VPN ゲートについて詳しくは過去動画を参照ください。ファイルを読み込むと、Add VPN Connect の上に VPN 名が追加されますので、その行を選択。うまく接続されるとメッセージ表示され、アイコンが変わります。解除には他の接続に切り替えます。消去には接続を編集を選び、マイナスアイコンで削除します。ホットスポットも試してみましょう。アドバンストオプションから Create Wi-Fi ホットスポットを選びます。ネットワーク名をタイプするんですが、ここでは GTube としておきます。テストなのでセキュリティはなしで作成ボタンをクリック。これだけでホットスポットができます。iPhone でホットスポット接続を試します。設定の Wi-Fi で GTube が選べますね。半年前からブルズアイのウェイランドサポートが実験的に始まりました。今回のアップデートでウェイランドはどうなったのか見てみましょう。まずウェイランドを有効化します。ターミナルを起動して画面のようにタイプ。アドバンストオプションズからウェイランドを有効にして再起動。かなり安定して動作しているように見受けられます。動画再生しながら話を続けます。
1週間ほど回して評価してみました。評価といってもブラウザー、ターミナル、テキスト入力、音楽再生、動画再生など日常的な操作しか試してませんが、トラブルは起きていません。そろそろウェイランドに切り替えてもいい時期が来てるのかもしれません。まとめです。大きなアップデートと言われてもそうなんですかね。検索はこれからも相当頑張ってほしいですね。ネットワークマネージャーは歓迎ですが、早くベータ版卒業してほしいですね。今回のアップデート、結局ファームウェアとカーネルのアップデートだけだったような気がします。個人の感想ですけど、あまり情報がないけどウェイランドが良くなってきてるのが嬉しい。ご覧いただきありがとうございました。 iPhone がおかしい、こんなメッセージが出ました。翌日側面が膨らんできて中身が見える状態に。ああ、バッテリーがいかれたということで、北村カメラで修理交換の予約。 iPhone はこんな状態でした。コロナのせいなのか店内はガラガラ。1時間で交換完了、7500円でした。うん、これであと10年戦えるかな。ではまた次回。